紹介する、ストリート九条さんです。サンダース申します。今日もすっかりこんな夏模様で、今夜も癒しのハスキーボイスであなたのハートをいただきます。毎日見てねえな。そういうわけで値段がないので今日はベタなのはね、先月の第4週、近所 のスタジオ8畳を立ったってところで第4週木曜日の、オープンマイクの担当なんですけどね、酔っ払いのタクシードライバーが来て、なんか酔っ払いさばきがうまいんですよ。すごいお店に感謝されたんだけどね。でなんかこういろいろ言われて何やればいいのかなと思って考えて、できるのをやったのを今日ネタないんでそれをやります。どうしようもない寂しさ
なんかツイッター30代の若い子たちがね、まあ、ちなみに俺10月で63なんで倍なんですけどね、なんかこの人ツイート面白いよねって言うんでフォローしてくれて、で現場で声かけてくれて、なんかいろいろねやらかしてることを見てくれてるみたいで、この人すげえなって思われてるんで、何がすごいかってね、あのどんだけオタクかって話なんですけど、多分ねあの日本で一番元気な62歳だと思いますよ。これもいつもね、酔っ払ってやってた曲なんで、できるはずなんだけど、ちょっと、あの、歌詞細かいのをちょっと聞いてみると、今出てくる前に一回あの、YouTube で聞いてきたら、あの、オリジナルのキーがこんなに高かったのかっていうか高かったんで、ちょっと今日はそれで、ボロさんのキーでやってみます。大阪で生まれた女。Oh,